どうもブラシマ太郎です。本日ですね、もう灼熱の、日差し、30多分7度、場所によったら8度ぐらいまで行ってんちゃうかっていう灼熱のロケなんですけども、本日ブラシマのクルー全員が男性でしてね、もう30超えて40代もいますし、もう50代に手届くんちゃうかぐらいの方います。この灼熱の中汗をかきながらロケをしてるんですけども、移動のロケ車、柔道部の部室です。ブラシマ太郎の海人に会いたい。さあ竹原でございます。まあ、もし女子のスタッフがおってもって言って、いつもよく出る音声の坂本ちゃんね、朝車乗ったらすぐ納豆巻き食うから匂いは結局一緒なんですけどね。ブラシマの移動、もうお前おってもおらんでも匂いはロケ車の中がっていう。さあ竹原の海人、こちら製塩業で栄えた浜旦那たちが競って水を凝らした町並みの見どころを牧野さんに教わろう。どんな人やろう。教わるっていうのいいですね、この歴史を。ほなちょっと情報が集まりそうな場所行きましょうか。もしくはファブリーズ買いましょうか。この道の駅竹原で情報を集めましょうか。やっぱこう涼みにとかで多分この時期みんな来てるでしょう。あ、涼しい。こんにちは。わ、いいや、いろいろこの地域の物産、やっぱりお野菜やら何やらがね集まってきてるわ。あ、今並べてある、こんにちは。おはようございます。ございます。お弁当。はい、お弁当です。わ、これ名前書いてあるわ。え、田中藤江って。私が田中です。え田中です。田中藤江こと田中さん。はい、はい、そうです。だからそうか、田中藤江さんちのお弁当って書いてあるやん。県のね、お米がね、これ、はい、これ全部自分で作ってんの。え、そうですよ。土日はまだまだこれの倍ぐらいありますね。今日ちなみに何時に起きました。今日4時起きです。4時やで。4時に起きて卵を焼いたり、人参炊いたり、ごぼう、あ、もう全部その日ですからね。全部手作りで。そうです。え、だって鯛めしでしょ、タコめしでしょ。そうです。だって入ってるもんもちゃいますやん。全部違いますよ。もう長年やっておりますからね。何年やってますの。もうそうね、20年ぐらいやっておりますかね。しかもめちゃくちゃ安いっすやん。そうですか。私農家なんですよ。だからお米は我が家で。いや、そうですよ。そうです。いや、だからこそお米は自分のとこで育てるってるから仕入れの別に原価がそこまでかかれへん、通常よりも。そうそう。せやったら儲けるために家で作ってるからそんなコストかからへんから安うしてたら、いや、飽きませんやん。安いわ。でもやっぱこれを求めて近所のじいちゃんとかばあちゃんとか子供さんとか。そうなんですよ。ここはね、あの道の駅でも地元のお客様が、あの大変多いらしいんですよ。ああ、だから年金のおばあちゃんたちがこのお弁当1個持って帰ったら、まあ朝晩食べれるよとか。何ですか、田中藤江さんちのお弁当のこのなんか一個一個手作りで、しかも安心ですやん。そうですね、できるだけね、あの添加物は入れないようにしてます。そんな田中藤江さんの一押しが穴子巻き。藤江さんが母から受け継いだというそのお味は。穴子入って、だって穴子も高いで。高い、今もうやめようか思うぐらい高いねえ。いただきます。うましま太郎です。ほんと。うん、おいしい。ほんと。あの、一個一個ね、やっぱりその僕がね、思ったこのね、人参とかこのごぼう、ここのやっぱ味ね、ちゃんとしてはるから。おいしい。一緒になって噛んだ時めちゃくちゃ効いてくる。あんなごもええ油乗ってますよ、ね。で、このお酢、ご飯も、お酢飯がうまいわ。そうですか。うん、抜群。めちゃくちゃうまいね。
テレビじゃないよね。今ね、吉本はね、嘘ついて飽きません。まあちょっとだいぶ前になりますけどね。なるほどね。6月やから来月、吉本はもう嘘ついてあかんのよ。だからもう絶対嘘つかへん。今後吉本芸人全員誰も嘘つかへんから。一回でも嘘ついたらもうえらいことになるって分かった今回。本当ですね。俺はでも今後もずっと。ちょっと10月からあの消費税が上がる関係で値段が少しは上がりますけど、できるだけ上げずに。藤井さん、チャンスや。消費税 10% 上がってる時にもうプラス400円ぐらい乗れな。もう計算間違えて言って乗れな。今日ね、ちょっとね、藤井さん、この辺ってこう製塩業で栄えたんでしょ。そうそうそう。町並みの見どころを牧野さんに教わる言うてね。あーは、牧野さんってここの人じゃね。おる？おって、ね、宮崎さん、牧野さん。あ、上にいます？ほら、ちょっと上行こう。まあ、どうしますか？めちゃくちゃうまいわ。皆さん、すごい美味しいです。藤江ちゃんとこのお弁当。最高です。最高、おすすめです。みんな知ってるか？さあ、2階にいてはるんやね。よっしょ。こっちかな？あ、まさか、ちょっと行きますよ。牧野。あ、いい。あ、持ってた。牧野さん、はい、よろしくお願いします。これ浜旦那たちが競って水位を凝らした町並みを、はい、牧野さんに教わろうと、はい、そうです。教えてくれますの。すごいんですか、この。そうで、うちはね、国重要伝統的建造物群保存地区。絶対構えへんよこの人。RCC のアナウンサーの講師してもっていいですか。伊藤平いうポンコツいますね一人。あいつにいろいろ教えたってほしいですわ。え、これもここから近くですか。え、ここからね、この通ってます、うん、江戸時代の町並みが今もそのまま残る竹原町並み保存地区。製塩業で財を築いた浜旦那と呼ばれた商人たちが財力を注いで発展整備したものです。国重要伝統的建造物群保存地区だということで、電話線は地下に、電柱は見えないところに、はい、NTT さん、その案内をする竹原観光ガイド会の会長を務める牧野さん。竹原で生まれ育った牧野さんは子供の頃よくこの辺りを走り回っていたとか。常夜灯や雁木が残る本川には子供の頃飛び込んで遊んでいたなんていう話も。その頃は塩田が国の政策で廃止になる前で、広大な塩田の風景をよく覚えているそうです。江戸時代の記録によると、生産量の 95% が江戸や日本海沿岸の都市で取引され、当時の製塩業界トップの評価を受けていたと言われています。そこで大きな役割を果たしたのが北前船。商品を売り買いしながら大阪から北海道を周回する船で、塩の品質とともに竹原の名を全国に広めました。ですからもう長野県の方ではね、塩積んだ船が来たらね、あー竹原が来たと言ってね、竹原は塩の代名詞にも使われていたようなんです。今年5月、北前船寄港地船主集落の一つとして日本遺産に認定された竹原市。その北前船がどのような潮の流れに乗ってきたのか、海から観察する歴史体験講座が行われました。瀬戸内海の港町が潮町港と言われるのは、東西から潮の干満が起きることと、多くの島によって潮の流れが複雑になるという地理的条件によるもの。どうぞ、ね、例えば渦が巻いてたら浮き輪も渦と一緒にくるくるくるってなるでしょ。でも今日は全然潮が流れてないので浮き輪落としたそのままになっちゃったね。クルーザーに乗った子どもたちは瀬戸内海の潮の流れを体感し、さらに文献を見ることで海が育む生きた歴史を学んだようです。一方、北前船のもたらした豊かさの証を町並みから学ぶ浦島太郎は、江戸時代の屏風に描かれたこちらの場所からスタート。
あの後ろの屋根を見てください、はいはい、瓦が棒のようになっとるでしょ、はいはい、あ、なってる、ね、これが本瓦葺きの屋根というんです。瓦はね、やっぱり普通の家の使う屋根、瓦よりたくさん使うんよ、瓦を。ほんなら上が重たいじゃろ、はいはい、ほんなら下の機材料もそれに耐えられるだけの大きないい機材料使わねえかんでしょ。そっか、だからパッと見た感じは一緒かもしれんけど、ね、うんうん、上の屋根の瓦を見ると、あ、この家は資材をええの使ってる、そこにお金をかけれてるということだろうんや。そうそう、それも竹原が塩田で財を成した現れの一つ。はあ、ね、そういうこと。これでも教えてもらわんと、ただただ素通りしてまいりますよ、うん、それ分からないね。今も道幅が江戸時代と変わらないという本町通り、わずか350メートルほどの長さの地域に西園で栄えた当時の名残がたくさんあるんです。これね、間口が9軒、奥行きが6軒、入り口ね、ご存知のように昔は間口によって税金がかかっとったでしょ、うん、京都なんかがいい例でしょ、ね、うなぎの寝床言われてます。ここで税金変わるから、そうそう、竹原は間口も広い、あ、税金取るんで、その当時それだけ塩田で経済力があった現れの一つだと思います。そうか、だから、ね、ケチるんじゃなくて、もういやいやってこそこそするんじゃなくて、もうそれぐらいも払えるでというぐらい、やっぱその塩田という製塩業がすごかったってことですね。面白いな、パッと街を見るだけでもこれだけ聞く話によって見えてくる景色が変わってくるわ。変わってくるけんね。はい、ここがね、市の重要文化財であります、はい、松坂亭なんです。ほう、でここの一番の特徴はね、こっち来て屋根見て、はい、うわ、なんかちょっと曲線というか、照りとむくりの波を打ったような唐破風の屋根、すごいじゃろ。すごいな、これ、うん、これ宮大工さんが作っちゃった。プロから、そうか、家を作る人じゃなくて宮大工さんが作ってる。そうそうそう。こちらは築300年以上という旧吉池住宅、窓にかかる格子は竹原格子と呼ばれ、各家ごとに工夫を凝らしたデザインになっています。竹原名物というか、竹原の、竹原の格子、これなんで変えるんですか、竹原は。そりゃ竹原はいろいろあるけん、考えてうちはこういうにしようかの、他はこういうにしようと、同じで面白いなあか。この格子を見てください。当時の人々が通りに面したこうしてかっこよさを競っていたと思うと楽しくなってきませんか。また火事の時、隣からの炎症を防ぐ防火壁、袖壁にも注目ポイントが。でこの袖壁もね、またそこそこのうちによってね、いろいろ違うけんね、気をつけてみてね。でこれなんでできるかって言ったら、やっぱり製塩業で、あ、金、そうそういうことよね。匠の技と遊び心で作られた町並み、浜旦那たちが一流の職人を雇って作らせたという証でもあるのです。その当時これだけの職人さんが竹原におられたということがね、素晴らしいことだと思います。しかもそのいろんな家があるということが、どんな盛り上がりを見せててんっていう、ね、家見るだけでこの盛り上がりが分かりますよね。さまざまなことを知ってから町を眺めると、海によってもたらされた当時の豊かな生活や町の人々の息遣い、楽しげな暮らしが見えてきませんか。だからいかにその財があって、そのこの町を作る文化に貢献し、でこの瀬戸内 の, この海で採れたその上質なこの塩、塩田で作るこの塩がまた北海道とか全国に行くっていうのが、これ竹原の人からしたらちょっと誇りであり、そうです、もちろん誇りです。ぜひそれこそ江戸時代にタイムスリップしてみたいなような、それとこの度あの日本遺産に認定された弁慶地区ね、本当私は誇りに思います。やはりね、あのこういうのをね、これからもあの竹原へ来られた方に、ああ来てよかった、また来たいと思われるようにね、私らガイドも一生懸命これからね勉強もして頑張っていきたいと思います。牧野さん、知らなかった竹原の凄さを街並みとおしゃべりで勉強になりました。さらにトークの勉強にもなりました。吉本の養成所の先生になってください。海がとう。
ありがとうございます。わあすごい。ま漫才師のように流暢で。来週の浦島太郎は牧野さん伊藤平をアナウンス合宿。伊藤平は本当のアナウンサーになれるのか。無理か。海と日本。